ここは早と綾の大好きなお菓子の工場です。工場ってこれで、はい、直売所があります。風すごいね。工場はあっち。直売所です。直売所って何？あ、ね、直接売ってくれるところ、工場の近くのところで。がっつりワイルド稲妻急。おいしいですか？あっちは東京限定らしいよ。これ。1000円屋で1個30円で30、33、34ぐらい。あ、すみません。コントとしたよ。先日あやはやが大好きなお菓子屋さんに行ってきました。はい。どこでした？プラッツァリア、はい、の工場に行ってきました。美味しかったよ。はい、試食品いっぱいあって、はや1種類ずつまんべんなく食べましたね。美味しかった。もっと食べたい。はい、いろんな地域のやつも売ってたんだよね。うん、東京のやつ美味しかったでしょ。あとね、あとね、白色のね、ホワイトチョコとかね、限定のね、チョコとかあったよ。抹茶のやつもあった。アイスとか、お洋服とか、マスキングテープなども売ってたんだよね。そこで、あやさん、挑戦してきたんだよね。うん。何に挑戦したんですか？詰め放題。はい、詰め放題。こちら、大人気で、1日に何名様って言って限定のやつなんです。あやはやたち行ったのが夕方だったので、もうないだろうなと思って。地域限定の、チョコレート買えればいいかなっていう気持ちで行ったんですけど、なんとまだあったんです。ということで今回あやさん詰め放題に挑戦しました。はい。どんだけ詰めたかというと、こちら。どうぞ。やばいね。袋はちょっと破けやすい、伸びないタイプのもので、で、あとルールあったよね。この袋をはみ出したらブラックサンダーが抜かれます。はい、この一番上のラインだよね。超えてしまうと店員さんが抜きますから、結構厳しかったよね。で、普通の野菜の詰め放題ってこっから刺すんだよね。だけどブラックサンダーの場合はすり切りまでです。詰め放題1回いくらですか？1000円。ブラックサンダーの1個あたりの単価いくらですか？30円。ということはいくつ詰められれば元が取れますか？34個。はい、目標34個であやさん詰めてくれました。今日はこれ数えますよ。なんかすごいね、お客さん多かったよね。うん、東京から来ましたってお客さんもいたし。いきまーす。1、2、3、29、30。はい、ちょっと待って、はい。今の時点で30個あります。はい。残りは？まだある。はい、まだ1段あります。ここで、あやはやにクイズです。全部で何個あるでしょうか？ 42？ 42個。48。48。はい、じゃあ、頑張っていきましょう。31、32、33、34。はい、ここで元が取れております。41、42。はい、ここでハヤが予想したやつ超えました。43。
7、48、うちの嘘、はい、超えました。あー49、50、えということは全部で50個詰められました。50個だよ。50個ってことは1個30円だから1500円分。ほらほら真ん中に集めて。ほらこれで食べていい一つ。うん、一つ食べていい。え、後でね。詰め放題自体はどうだった？簡単だった？いや難しい、うん、なんかね袋が伸びないからすごい難しかったんだよね。で下手に伸ばす爪こんなに伸ばそうとすると割れる。うん、破れて店員さんがテープで補強するんだよね、うん、で3段目は絶対横にしてくださいって言われるんだよね、出るからって。今回詰め放題あったのは2種類あったんだよね、うん、ブラックサンダーと銀か、なんか違う種類もあったんだよね。うん、だけどあやはやはこっちの方が好きなのでこっち詰めました。はい、夏の期間は特定のものを買って2000円以上だとなんかくじっぽいの引けてたよね。うん、あと1000円分お買い物するとなんとお土産がつくんです。これいくらでした？1000円。ということはじゃん、え、切んの？こちらもお土産でなんと2本いただきました。地域限定のブラックサンダーにも出会えて詰め放題もできたので楽しかったです。一番嬉しいのはこれ。お土産嬉しかったね。うん、最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、サブチャンネルもあるのでよろしくね。よろしくね。バイバイ。最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。他の動画もいっぱいあるので見てね見てね。